1920年代のベルリン王宮に面。中央の門がエオザンダー門かつてのベルリン王宮の位置。灰色は現在の建物のハイチルネサンス期のベルリン市場の再現模型ベルリン王宮はかつてドイツの首都ベルリンの中心部にあった宮殿。1701年からはプロイセン王国国王の1871年からはドイツ帝国皇帝の居城であった。 1918年のドイツ革命で君主制が滅びて、以来王宮は博物館として利用されてきたが、1945年のエベ軍の空襲で消失し、その廃墟は1950年にドイツ民主共和国政府によって取り壊された。しかし、ドイツ最統一以来ベルリン王宮の再建が提案され続け、2013年から再建工事が本格的に始まった。 王宮の外観を復元した新しい複合文化施設の名称はフンボルトフォーラムとなる予定である。ドイツ語のスターチロースは都市を意味するスタットと,と城を意味するシュロスに分解できる。ベルリン王宮はもともとは城あるいは要塞であり、シュプレー川を挟んで東にベルリン、西にケルンという双子の小都市があった時期、橋を守るようにケルン川に建てられていた。 城が建っていた、ケルンの街はフィッシャー島と呼ばれる中スの上にあった。1688年のベルリン及び、ケルンの地図。中スであるケルンの北半分に王宮がある1880年頃の、ベルリン王宮裏側の写真。右の奥には、ルネサンス風の飾りのある三つの破風がある。役員胸が見える1702年頃のベルリン王宮、シュリュターホーフ。 1830年頃ベルリン王宮ができる前、この周囲の都はブランデンブルクにあり、ベルリン・ケルンには1310年頃に建てられたホーエス・ハウスと呼ばれるゴシック様式のレンガ作り3階建ての城がベルリン側の東の端に建っていた。15世紀に入り、ホーエス・ハウスはブランデンブルク辺境迫の居城となった。1443年、フリードリヒに世鉄箱は、 新しいベルリン市場をケルン市街の北側に築いた。これが後のベルリン王宮である。この城及び平営の目的は中世以来の都市の特権を手放そうとせず中央集権を進める君主に従おうとしないベルリン市民に選定校の権威を見せつけるためのものであった。1448年頃選定校と対立を深める市民は ホーエスハウスとベルリン市場建設現場を襲う事件を起こすが、1451年に選定校はベルリン市場。この城はベルリン市街の対岸にあたる中須の東側、シュプレー川に沿って建つ3階建てで、長さ88メートルもの長い建物であり川に礼拝堂が突き出しており、市民からはケルイア圧城と呼ばれ嫌われた。この東翼が、 ベルリン王宮の最初に建てられた旨である。宗教改革の最中の1538年、ヨアヒム2世ヘクトルは、城の周囲の建物を取り壊し、主任建築。タイスは既存の建物の南のケルン市街に、面するように新たな翼を作りその前に広場を作った。この増築の結果上は、L 字型に増築され、さらに中須中央にもう一棟増築され上は、 この地型になった。城の前の広場は、馬上やジ事イなどの開催されるベルリン・ケルンの中心地となった。16世紀末のヨハン・ゲオルクは、イタリア人建築家、ディナール・ハクロックスに、さらに西浴と北翼を作らせ二つの中庭のある、日の地型の配置とした。東翼の北のシュプレーガー沿いには、薬位胸と呼ばれる、錬金術の実験胸を作らせた。年戦争の後、 フリードリヒビルヘルム大前帝校は、オランダ人建築家、ヨハン・ネディンクを雇い宮殿をより壮麗に改築した。彼の知世の終わり頃、王宮の北側の菜園、薬草園は、オランダ風の幾何学的庭園、ルストガルテンとなり、王宮内には、大きな舞踏会室や、ブラウン・シュバイク・ギャラリーなどが完成した。1699年、フリードリヒ三世は、ベルリン市場を、 バロック式王宮に改造する野望を持ち、プロテスタントバロックを代表する建築家でもとは彫刻家であったアンドレアス・シュリューターを王宮建築監督官とする契約をし宮殿をバロック様式に改築させた。彼のもと、既存の建物は秩序正しく要所要所の門に4本のコリント式大円柱を配したバロック的古典主義の外観を備えるようになり、宮殿内の広場や、 階段室もバロック式の装飾に彩られた。しかし1706年、王宮北西端の給水塔を、中蔵諸島に改造する工事が軟弱な地盤のために、失敗し、この責任を取って、シュルーターは解任された。より豪華で大きな宮殿の建築案を提出した、ライバル建築家、ヨハンフリードリヒ・エオザンダー・フォン・ゲーテが後を継ぐ。シュルーターの名は、 彼の手掛けた円柱や立像が立ち並ぶバロック様式の中にはシュ流ューター法府ーにエオザンダーの名は八角形のドームをいただいたバロック様式の祭門、エオザンダーモンにそれぞれ残った外線門式の入り口と大きく埋めるブロークンペディメントを乗せたエオザンダーモンの三階部分にはエオザンダーカッペレという八角形の大きな礼拝堂があり王族の挙式などが開かれ隣の 白の間は、プロイセンの歴史の舞台となった。1713年に、プロイセン王となったフリードリヒビルヘルム一世は、兵隊王のあだ名通り軍事力の増強に力を、そ、このためローザンダーの建築案も、結局部分的にしか実現しなかったものの、18世紀半ばには、宮殿の外観はほぼ後年の通りの姿になった。19世紀の海外に描かれたベルリン王宮。正面には、 家が立ち並び、前景を見ることはできない、白の間最後の増築となったのは1845年から1853年に、かけて、フリードリヒ・ビルヘルム4世の時期に、エオザンダー・カッペレの上に建てられた大ドームで、カール・フリードリヒ・シンケルの設計に基づき、その弟子、フリードリヒ・アウグスト・シュテューラーが手掛けたものであった。これにより、礼拝堂は、巨大ドームの下の大空間となった。 これ以後、宮殿の外観に大きな変化はなかった。しかし内部は、ゲオルグ・ベンツェスラウス・フォン・クノーベルス・ドルフラによって大きく手が加えられている。ベルリン王宮はプロイセンにおける1848年革命の主舞台となった。自由主義者や市民らは、フリードリ・ヒビル・ヘルム4世にあてた、憲法制定、自由主義改革、ドイツ統一を求める単眼書を手に、 王宮の前に結集し、フリードリ・ヒビルヘルム4世は、王宮前に集まった大群衆に要求を受け入れる約束をした。3月18日には、王宮前での大きなデモが、流血の暴動となり、紫外戦に発展した。フリードリ・ヒビルヘルム4世は、プロイセン近定憲法を制定したものの、自由主義改革は行わず、宣誓を続けた。こうして、ベルリン王宮は、 ベルリン市民から、プロイセンの先制のシンボルとみなされるようになる。ベルリン王宮の西面、1900年頃、エオザンダーモンに向かって、カイザービルヘルム記念碑が立つ空から見たベルリン王宮、1900年、頃1946年の東ベルリン。王宮は、廃墟と化したが外観は残っていた王宮の、取り壊し工事。1950年9月1871年。 ビルヘルム一世はベルサイユ宮殿の鏡の間で統一ドイツの初代皇帝に即位しベルリン王宮はドイツ帝国の中心となった。帝国は立憲君主制であり1894年に議会や内閣の拠点となる国会議事堂が完成すると王宮の政治的な力は霞むようになった。第一次世界大戦の末期1918年11月に 入ると、ドイツ革命が勃発し、各都市で放棄や政変が起こり、11月9日には、ベルリンでも大規模デモが起こった。政府の機能が麻痺する中、同日には、フィリップ・シャイデマンが、フリードリヒ・エーベルトラと共に、国会議事堂のバルコニーから共和国樹立宣言を行った。その2時間後、スパルタクス団の指導者であったカール・リープ・クネヒトは、王宮の 第四門のバルコニーから、ドイツ社会主義共和国樹立の宣言を行った。この日、ビルヘルム2世はオランダへ亡命し、11月末には、ドイツ皇帝及び、プロイセン国王からの退位に同意し、ドイツの訂正、王政は終わりを告げ、ベルリン王宮の君主の居所としての役割も終わった。革命後間もなく王宮は、人民海兵団によって占拠されたが、12月23日に、 彼らが略奪を始めたため政府によって攻撃された。バイマル共和制の時期、王宮の一部は博物館となり、他の部分は国家の式典などの行事に使われた。なおも、法園ゾレルン家の福井を望む君主制支持者が活動していたが、彼らの望みは君主制に反対するナチスが政権を握ったことで、ついえることとなる。ナチス時代、王宮も、 旧王族も無視された存在であった。第二次世界大戦末期、王宮は二度連合軍の爆撃を受けた。1945年2月3日の空襲では、小規模な被害が出たが、2月24日の空襲では、ベルリンを守る、対空砲火網や、迎撃部隊はすでに崩壊状態であり、王宮は、小夷弾の命中で屋根と内部が炎上した。終戦時には、 ベルリン王宮は焼け落ちて廃墟と化していたが、外壁や門などの構造物や、薬衣棟、白の間など一部の部屋は、砲撃や銃撃で損傷しているものの崩れずに立っており、王宮の一部は1945年から1950年までの間、屋根をかけられて、仮設展示場として使用された。同じように廃墟となりながらも外壁は残った。 ベルリンの歴史的建築物の多くは戦後の再建工事で元通りの姿を取り戻しており、ベルリン王宮も資金をかけて再建工事を行えば復元することは可能な状態だった。しかし王宮のある地区はソ連軍占領下の東ベルリンとなっており、1949年に発足したドイツ民主共和国政府は王宮を プロイセン軍国主義の象徴とみて保存しないことを決めた。1950年の9月7日から12月30日にかけて王宮の残骸は取り壊され、都心にできた大きな跡地はパレードのための広場となった。唯一、カールリープ・プクネヒトが社会主義政府樹立を呼びかけたバルコニーのある部分の外壁だけが壊されずに残された。1964年、 東ドイツ政府は国家評議会ビルを王宮跡地の南隣に新築し、カールリープクネヒトのバルコニーをそのファサードに取り付けた。王宮跡地のうち東半分には、エイリッヒホーネッカー時代の1973年から1976年にかけて、ブロンズミラーガラス張りの大きな近代建築である共和国宮殿が建てられ、人民議会や美術館、レストラン、 ボーリング場などに利用された。1990年10月のドイツ再統一の直前、共和国宮殿はアスベストが多数使用されているとして閉鎖された。再統一後、ベルリン市政府は2003年までアスベスト除去作業を行ったが、この地にあった王宮をめぐって共和国宮殿を取り壊して王宮を再建する意見と東ドイツ時代の依存である。 共和国宮殿の取り壊しに反対する意見とが対立した。2003年11月、連邦政府は共和国宮殿取り壊しの決定を行い、2006年2月から解体に着手した。2008年半ばに解体が終わった後は、将来の計画が本決まりになるまで後地利用を凍結し、当面駐車場として利用することとされた。 カールリープクネヒトが立った第四門とバルコニーは残され近くの国家評議会ビルに移設された。現在は欧州経営技術大学院が入っている王宮跡地の発掘現場2011年から2018年くれまでシュロスプラッツ南側でオープンしていた仮設建築フンボルトボックス。開業後のベルリン王宮フンボルトフォーラムについての情報を提供し発掘。 再建現場を見渡すことができたベルリン王宮の外観が再現された文化施設フンボルトフォーラム1991年以来少なからぬドイツ国民がベルリン王宮の再建を支持した内部まで含めた完全な再現を望む声もあれば外観のみ復元して内部は現代建築とするという提案もあったベルリン王宮協会やベルリン王宮 再建促進協会などといったロビー団体が設立され、2001年には統合して、ベルリン王宮イニシアティブが発足した。これらの団体は、王宮の再建案や再利用のあり方について詳細な計画を発表しており、王宮再建は、ベルリン中心部のルストガルテンベルリン大聖堂、博物館島からなる歴史地区に、さらなる統一感と史跡の集積、 歴史の厚みを取り戻すことができると主張している。一方で再建に反対する国民もいる。共和国宮殿もドイツ史を語る重要な遺産で、あるとして解体に反対する意見があったほか、共和国宮殿解体後は土地に大公園を作るべきとする意見もある。また再建される王宮はもはや歴史遺産ではなく、過去の建築様式の模造品に過ぎないとする意見、王宮は、 平成ドイツの植民地主義という過去を思い起こさせるとする意見、時代錯誤であり、経済的に見て何の意味もないとする意見もある。またたとえ再建されたとしても、王宮の内装については、細部に至る過去の記録が存在せずその再現に必要な職人の技術も耐えているため正確な再現は困難という議論もある。これらの反対意見の存在や、 ドイツ連邦政府自体の財政難のため巨額の費用がかかる再建案に政府が言及することは次第に少なくなっていた。2002年から2003年にかけて超党派の議員が応急の部分再建を支持する決議を連邦議会で採択した。部分再建後の新しい建物の名前としてはベルリンで活躍したアレクサンダー・フォン・フンボルトとビルヘルム・フォン・フンボルト 兄弟の精神を引き継ぐ教育と知識と文化の場になるべきとして、フンボルトフォーラムが提案された。しかし、最終的な政府の決定はなされなかった。政府は引き続き応急跡地の再利用について検討を重ね、2007年、連邦議会は応急再建、フンボルトフォーラム建設のための最終的な決議を採択した。これによれは、 王宮のうち三方のファサードが再現されるが残る。一方は建築家の自由に任され、内部は現代建築となる予定である。2008年12月には建築設計協議の結果、アルドロス氏の教え子であった、イタリアの建築家、フランコス。内部をどう利用するかは明確ではなく、様々な案が取り沙汰されたが、ベルリン美術館のうち、ダーレム地区にある非ヨーロッパ諸国の美術を紹介する。 民族学博物館とアジア美術館の移設が決定しており、ここにフンボルト大学による研究所、ベルリン市立博物館財団によるベルリンの歴史の展示室、かつての共和国宮殿のようなレストランやイベントホール、映画館などが加わることになっている。2009年にはこれらの事業を行うために政府と密接に連携した NPO であるベルリン王宮、 フンボルトフォーラム財団が組織された。2013年6月12日、ヨアヒムガウク大統領の出席の下ベルリン王宮、フンボルトフォーラムの低組織が行われ5億9、米ユーロをかけた再建工事が本格化した。2015年、低組織と同日の6月12日に上等式を迎え、翌13、14日に一般に公開されて、多くの市民が訪れた。 完成は2019年を予定していたが、技術面など、初般の事情で延期となり、現状2020年10月を完成予定としている。ベルリン王宮再建予想図ベルリン王宮は常に手が加えられ未完成の状態であり、またシュリューターやエオザンダーらの大規模改造案も中途半端にしか実現しなかった。しかし15世紀以来の様々な様式の建築の複合体として、 またプロテスタントバロックの傑作として、王宮周囲の様々な時代、様式の建造物群とともに、ベルリン中心部の歴史的景観を形成していた。特に建築、彫刻の天才であった、シュルーターの実績は特筆すべきものがある。王宮前広場にあった、ネプチューンの噴水ドイツの他の城や、宮殿同様、ベルリン王宮にも亡霊が出るという伝説が、 公園ソレルン家に伝わっていた。王族はしばしば白い夫人を目撃し、王族の一員が死ぬ3日前には彼女が出現して怒りを振るうとされた。最初に記録に残っているのは1628年で、以後1840年と1850年にも記録された。戦後にシベルリンでシャルロッテンブルク宮殿など城や宮殿の管理を統括した。 美術視野のマルガレーテクーンは王宮が空襲で燃える直前の1945年1月31日にも白い夫人が王宮内を通っていったという。この亡霊については1891年にベルリン市から王宮に送られたネプチューンの噴水が見間違えられたことも一因ではないかという説もある。この噴水は皇帝の寝室のすぐそばにあり、 皇後,后アウグステ・ビクトリアは噴水に不快感を持ち180度向きを変えさせたという。総工費750億円、ベルリン王宮再建始まる税金の無駄批判も、産経新聞20、2013.6、138時10分、ベルリン王宮の再建始まる税金の無駄との批判も2013年6月13日5時17分、共同ニュース上等式を迎えた。 ベルリン王級ニュースダイジェスト2 0 1 5 7 1 7 f u フンボルトフォーラムコム m とシュペターオストグダクト DM.com2019 年12月30日閲覧ありがとうございます